ルヒ君、はい、こちら何だと思いますか？ビーフシチュー。ビーフシチューですね、うん、ただこれも、ジブリに出てきております。出てきたっけ？出てくるんですよね。何だと思いますか？ビーフシチュー、何かに出てきています。こちら天空の白黒のラピュタに出てくるシータが光線で作ったやつ、あ、みんなに振る舞ってたやつや。そうああ、はい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 、はい、それです。マジで？はい、だけどそれをね、食べてもらいましょう。こちら、何でしたっけ？圧迫鍋、圧力鍋、圧力鍋、圧力鍋で圧力鍋でね、作られたみたいなんで、はい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 、早速いただいてみてください。めちゃくちゃ美味しそうやで、これ。美味しそうですね。これ熱いんやろな、これではでは、いただきます。はい、どうです？ここめちゃくちゃうまい。あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。どんな感じなんでしょう？これね、あのビーフシチューね、もう生まれてきてこの方も数えるぐらいしか食べたことないんやけど、あ、こんなうまいのらしいっすね、うん、牛肉のもう旨味がもうとってもじゃないけど、なるほどすごいで、これうん、あ、優しい味やな。優しい。二日酔いでもいける。ああ、うん、これはいける。なるほどね。二日酔いでもバクバクいけるよ、これ。ほう。うん。これは胃に優しい。胃に優しい。うん。ほうほう。で、ラピュタに出てくるということなんですけど。うん。ラピュタは、まあ、ご視聴したことがありますでしょうか。うん、あるある。うん。一番、まあ、好きなシーンはありますか。好きなシーンは、あのお母ちゃん、あの、ドーラか、ドーラ、うん、ドーラがあのパズーを連れていくシーン、もう40秒で支度しなっていう、あ、はいはい、あ、連れていくんやっていう感じで、はい、あれはちょっとなんかもう、あ、おお、なんか子供ながらにちょっとワクワクしたね。 あ、 あれはええね。そうだったですね。うん、こんな子供でもいけるんや、俺も行きたいなような、はい、はい、ちょっとあったね。あん時俺でも小学校になっちゃうかな。あ、そんな前。うん、はあ、5年なってへんかったな。まあ、でも低学年やったと思う。うん、その時に見ててもうすっごいワクワクして、でそっから何回かのテレビで再放送があって、はいはい、まあ未だに見て、まあ新しいアニメ、はあ、うん、今見ても新しい、新しいね、うん、あれは面白いね。最後のあの何、ムスカ、ムスカ、ムスカのあの目が、目がいうところでもうなんもバカ笑いしてたね。ほら見たことかよ、ね、はいはい、あれはもうスカッとアニメやね、もう俺の中では。へえ、うん、うん、あ、うまい、これうまいで、おいしい、これはうまい、はあ、だいぶね、溜まってる。だいぶ来てはおるんやけど、でも、でも入る。入る。うん、入る。うん。あ、すいません、ビーフシチュー食うてな、みんながこう、ドーラの何、息子、はい、息子たちがさ、もうみんなバーッ食べて、おかわりいうあの気持ちがわかる。あ、うん。器がバババババーこう出てきて。はいはい。うん、うん、これうまいっすよ。はー、これはうまいわ。なんかそんな真剣に食えるんだね。完全にもうおじさんも堪能しとるんよ。ビーフシチューでそんな言うほど作る機会ないしさ。あ、うん、まあ、手間がかかりますから、ね、そう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 、カレーの方がまだ楽かなっていう感じがするんだけど、これは美味しいね。ちょっとチャレンジしてみようかな、家で。そうですね、うん、それもいい機会かもしれない。
そうそう、美味しい。うん、最近牛肉高なってきたしな。ああ、そうですね。それもあるしな。なかなか手出へんな。出ないですね。そう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 。R 君はちなみにさ、そのラピュタのシーンでどこが好き？私ね、あんまり見たことないんでわかんないんですけど。マジか？でもまあ、うん、個人的に好きなのは、うん、なんだろうな、まあ、うん、ドーラ、あのおばあちゃんが、うんうんうん、まあ、ハムがつくところかなみたいな。さあ、でこうダイナミックにこう。そうね。あの食いちぎるとこ、そうね、うん、そこぐらいかな、うん、あとはなんかもう鳩が飛んでいくシーン、ね、パズーがこうラッパ吹いて、あ、そうそうそう、トランペットか、そうそうそう、あの時の曲がもう大好きで、はい、うん、なんか鳩と少年、鳩と少年だったかな、あの曲、はいはい、うん、あれはもう、で俺が小学校の時に、はあ、掃除の時間であれが鳴った時は、はあ、掃除の時間の時で その音楽が鳴ったのかな、はあ、まあみんなハイテンション、へ、うん、そんな人気だったんですね。そうそうそう、ジブリはもう大人気あって、はあ、もうその時にいつも以上にその教室が綺麗になったら覚えてるね、はあ、その曲の時に流れた時だけ、はあ、後の曲の時はもうみんなはんみたいなもんで、はあ、あまり英語少なかったな、はあはい、ね、完食いたしました。はい、綺麗に美味しかった。はい、おまそっさんでした。おまそさんでした。はい、というわけで、今回は、天空の城ラピュータに出てくる、はい、シータの手作り、ビーフシチューでした。ビーフシチュー、はい、では皆さんもね、はい、まあ、ぜひ作ってみてください、はい、手間かかるけど、ぜひ作ってください、はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました、はい、また次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。